始まるよ。皆様こんにちは、まおです。本日はシーインで購入してきたものが届いたので、こちらの開封とレビューをしていきたいと思います。3回目の利用ですね。実はまだ購入してるものがあるって言ってたのがこれ届きました。今回ね、珍しくちっちゃいですね。前回と前々回がすごいどでかい袋で届いたんですけど、開けちゃってるんだけど、個数の確認してただけなので9点購入してあります。開封と紹介をしていきます。まずこちら、またね、 iPhone ケース買いました。シーンで注文するたんびに iPhone ケースを頼んでる私なんですけど、左側からクリア携帯ケース付き人工パールビーズストラップ4色展開になっていて、クリアを購入しました。お値段の方が460円となります。ストラップの iPhone ケースなんですけど、7からギャラクシーまで割と豊富に機種の対応がありました。右がクリア携帯ケース付き人工パールストラップ、なんか似たような名前ですね。どちらも同じく iPhone 13のもので、お値段の方が193円となります。カラーは一色展開です。これはね、 iPhone しか対応してないんですけど、 iPhone 7から iPhone 13 Pro Max までありました。早速開けていきたいと思います。まずはこちらの長いチェーンがついてる iPhone ケースから開けていきます。これは肩に掛けられる iPhone ケースなんですけど、こういうのがめちゃくちゃ欲しかったからシーンにも売ってて、すごいいいなと思いました。パールのこの部分がしっかりしてるし、ただの白とかじゃなくて、例えるならセリアに売ってるビーズみたいなお色味ですね。iPhone ケース自体は普通の透明です。ソフトケースではなくハードケースになってます。めちゃくちゃいいんだけど、でここにね、かけるみたいな感じですかね。すごい可愛い。前回の購入品でハートのフィルムがついた iPhone ケースを買ってるんですけど、それを多分他の iPhone ケースに入れることが可能なので、ここに入れたりして2パターンの楽しみ方っていうか使っていきたいと思います。本当にね、 iPhone ケースね、大好きなんだよね。次こちらですね、開けていきます。透明ケースだからさ、あんまり触りたくないなと思って手袋してます。あ、可愛い。これもまた可愛いわ。ただのクリアケースなんですけど、パールがついてるからすごい可愛い。こんな感じですね。クリアケースだから押し入れるのもできると思います。ここに入ってますね。こういうのも入ってる。ここがこうパカッてやって、こうこうなるやつ、こういうのもあったり、これシーンで買ったスマホケースもあります。こういうのとかね、いっぱいあるよ。これもね、買ってあるんですよ。実はメゾンドフルールの iPhone ケースと合わせてピンク購入してあります。お気に入りですごい使いたいんだけど、ピンクってやっぱ汚れが目立つ、だから全然使えてない。のみで、次がこれ。これもね、すごい楽しみにしてたんだよね。ジッパー装飾ハート型チェーンバッグ、カラーの方2色展開でブラックを購入しました。お値段の方が1448円になります。開けていきたいと思います。すごい楽しみにしてたこれ。あ、なんかね、ちゃんとこれに入ってもいいな。めっちゃ可愛い。え、めちゃくちゃ可愛くないですか。じゃん、こんな感じ。これはね、地雷系女子さんとかにおすすめだと思う。あ、きちんとこういう紙とかも入れてくれてるんだ。チェーンがきちんとついてます。え、めちゃくちゃ可愛いんだけど。え、ちょっとつけてみようか。チェーンもかけやすいですね。ちょっとしたお出かけにちょうどいい、なんか地雷系バッグを持っていなかったので、ブランド物のバッグになっちゃってたから、ブランド感出したくないなと思って、ノーブランド品みたいなの欲しかったので、すごいちょうどいいですね。かわいいハート。ちょっとほつれが気になるけど、ノーブランドだったら全然いいやって感じ。入れられるもの多分限られてたんですけど、パウダーとか、あと財布、それからリップ、スマホが入ればいいかなと思ってる。ちょっと入れてみるか。もうスマホはね、ワンちゃんポッケに入れればいい。財布が、財布でかいな。財布で結構やばいそうだな。こんな感じで入れて、リップ、パウダー、あ、全然いける。で、スマホ、あ、いける。これ入れてください。ちょっと考えたらいけなくはない気がする。こんな感じ。結構ちょっとベタベタするんだ、気をつけないとですね。ち
明日お出かけだったら全然いいんだよ、このぐらいで。車だし、どうせ。はい、こんな感じです。めちゃくちゃ可愛い。思った以上に入ったし、よかった。これね、すごいおすすめです。当たり商品だと思う。次がこれ。これはね、デイジーソリッド付け襟、お色味の方がホワイトになります。ワンサイズ商品ですね。お値段402円です。パーカーとかさ、襟のないブラウス、ブラウス襟はあるか、そういう使えるかなと思って買ってみました。シーンにもいろいろなところから付け襟が出てたんですけど、ここのブランドはお洋服の製品がいいっておすすめされていたんで、こちらを優先的に買いました。可愛いね。普通に白いし、きちんと。あ、はめ込むタイプではないのか。全然いいかな、これは。これでサブカル系がお好きな方にはこういう付け襟すごいおすすめです。スウェットとかパーカーとかに使ってもいいんじゃないかなと思います。アクセサリーは1点のみです。今回こちら購入してみました。人工パールブランチチョーカーというものになります。ツイッターでシーンにおすすめってやるといろんなのが出てくるんですよ。その中にあったネックレスなんですけど、あ、かわいいかわいいという感じですね。パーティーに使うのはもちろんだし、普段使いにも使えそうだなと思ったので買ってみた。すごい綺麗なパールで可愛いです。シーンで購入したパンツとかお洋服とかがでかいなっていうものがいくつかあって、そのためにこういうベルトだったり、あとパールピンとか買ってきました。これも紹介していきます。左から順に2個、人工パールデコレーションブローチ金を選びました。お値段104円です。続いて真ん中、6ピース人工パールデコレーション安全ピンブローチ、いくつかあったんですけど、私はホワイトを購入しました。お値段270円です。右が1つのゴムバンド、カラーがブラックの、お値段140円となります。左はただ単にゴールドで、ゴールドもね、買ってもいいかなと思ったので買ってみました。してるシーンはね、海外通販の時あって、やっぱサイズが思った以上にでかかったので、買ったからには使いたいので、こういうものでどうにかして履こうかなっていう所存でございます。この辺は特に乾燥はないけど良さそうですね。使いそうです。次こっち、これはね、セットなんですよ。服とかも少しでかかったりするので、服がでかすぎて胸の間パックリ開いちゃってるみたいな状態のお洋服とかもあったので、そういうのではほら、こういうものを裏から目立たないようにつけるととってもいいし、表で見えるようにつけてもいいかなと思ったので買ってみた。シルバーはね、割と使いやすい色味なので、私のお洋服的にこれ邪魔だけど使えそうですね。これはこれと同じような大きさで、デニムとかにもちょっとつけたいなと思ってるので、このぐらい太いと使いやすそうですね。ちょっとごめんね、針とか苦手な方いたらごめんなさい。次これ、これもね、なんかね、すごいもんだよね。これは唯一ベルトがないと止められない商品なんですけど、それこそデニムのベルトとかにつけてもいいかなと思って。あとはね、キャミソールを買ったんだけど、それはわざわざお見せするほどでもないので、9点中8点ご紹介したんですけど、いかがでしたでしょうか。今後もシーンどんどん使っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。マオでした。